はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ今日もやっていきましょう、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム、よろしくお願いいたします。はい、ということで、前回前々回でタバンタソラ諸島と北ゲルドソラ諸島、攻略しましたんで、今回はよいしょ、前回見つけた、地上へまず最初に行きたいと思います。よいしょ、これですよね。よし、見つけた。おー、さあ来た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 、地上へ来た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 、どうだ、ギリギリかギリギリかギリギリか、届くか届くか、ここは、あよいしょ、はい、さあということでねじゃあとりあえずどこかな、ムービーの場所探しましょうか。あ、あった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 、あった、見つけた見つけた見つけた、よし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 。さあじゃあということでちょっとあれですかね、そろそろまあだいぶねストーリーも、まあ、中盤から後半ぐらいには入ってきてるはずなんで、まあ、地上へ巡りとかしながらマップ広げていくターンなんですかね、この後ね。さあ連続テレビ小説、連続ゼルダ小説第8話、お、一方その頃、あ、あ、なんで割れないんだよ。お、すご、ギリギリ止まってる。おー、やるやんやるやんえ、めっちゃやるやん。大丈夫？上の空だったけれど、もう上の空じゃなくても落とすからな。どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。まあそうだよな、より重大だよな。ソニア様のように時の力を使いこなせるようになれば一歩前進すると思うのですが。え、ゼルダ姫も使いこなせないのか、ね、使いこなせないのか、持ってるけど。コツはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。難しい自分がどこにどんな風にあったか思い出して元の場所に戻ってもらうような。ほう、なるほど。ものの記憶、大丈夫、あなたならすぐ使いこなして帰る方法も見つかるわよ。いちご美味しそう。でもゼルダ、悩み事はそれだけではないのでしょ。あ、バレた。早く帰る方法を見つけたい。うん、そう。でもこの時代のためにできることも考えたい。どう？どうして？さすが。ソニアに隠し事をするのは難しいからな。何笑ってんねん。気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。キャー、キャー、自分の時代を大切にしていいのよ。キャー、あなたは時の力だけでなく強く神聖な浜の力も秘めている。それは元の時代を守るために使わなくては。ソニア様、無事に帰ってリンクさんも安心させてあげないとね。リンク？あ、初めて聞く名前だね。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は彼氏です。私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが。旦那です。勇者か。常に鍛錬を欠かさず、どんな絶望的な状況にも立ち向かう。そう、とても強い、心の強い人なんです。腕っぷしもね。うん、強い信頼を寄せているのだね。ゼルダがそこまで言う彼に私も一度会ってみたいものだよ。そう、ね、僕は会いたくない。そんなこと言うな。あ、あなたには会いたい。凛々しい騎士なの。ソニアさんには会いたい。ソニアさんには会いたいですから。だってゼルダ、ライオンキングおるやんだから。大西ライオンおるやん。
いる？いります？いるか。このシーン、後々必要になってくるシーンなのかな？だから、なんか流れ的にね、流れ的になんかガノンがこっから一気に来るのかなと思ってたんで。なんかちょっと一回あれですかね。休憩会的なね。うん。そういう感じですかね。今後シリアスになっていく感じですかね。はいはい。なるほど。はい。ということで、監視砦の眺望台に戻ってきました。でですね、ちょっとメインストーリー進めたいなとは思ってるんですが、実はちょっと一つだけね、やり残したことがありまして、というのはジョシュアちゃんなんですけど、例の人型の像が描かれていたかけらなんです。地底調査の収集物の中に同じようなかけらが複数見つかりまして、それを集めて繋ぎ合わせたところ、立派な壁画が完成したのです。この壁画によると、剣士様が見つけてくださった人型の像はどうやら複数あるようなんですが、ジョシアが注目しているのは象の視線の先です。この神殿らしき場所なのです。おそらく正面に描かれているのはこの大きな耳からしてゾナウ族かと、そしてそのゾナウ族に反応するかのように浮かび上がる謎の手形、これらが意味すること、まず一つ目は人型の像の視線の先に神殿らしきものがあるということ、そして二つ目はその神殿らしきものにはゾナウ族に由来する何かがあるということなのです。ゾナウ族には不思議な力が操っていたと聞きます。まさかその力が、ゼルダ様が城で見つけられたって話、ジョシュアも気になりますが、確実な情報ではないですから、私は私で地底の調査を進めて確実にゼルダ様の手がかりを見つけるのです、という話です。はい。ということで、イアススの根のところにやってまいりました。もうだいぶ昔の話なんで、もう全然覚えてないんですけど、まあ、この像を撮ったじゃないですか、写真。で、この像の視線の先に何かがあるということなので、ここの先にいよいよ進んでいきたいと思います。ポンポンポポ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 ポおう、おう、広いな。さては広いな。あ、そんなでもないかも。あ、終わった。あん。あ、なんかあるぞ。なんかいる。え？なんか持ってる。なにこれ？旅人の槍。え？消えた。なんやこれ。ポン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 。あ、像があるな。で、根がありましたね。よし、とりあえず根見つけたんで根開けましょうか。うのち山の根。はい。うのち山のね、あ、だいぶ広くなった。多分ね、方向合ってると思うんですけどね。今んとこなんか目印らしいものとか、目的地らしいとことか見つかってないんですよね。あっち向いてるからあっちなのかな。あ、像あるな。ポポポポポン。あー、もう像あるな。いっぱいあるな、像。ポンポポポポポポン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 ポポポポンポンポン。どうした？生きてるか？生きてるか？あ、行って。やっちゃった。そうだ、あんまり体力食らっちゃいけないんだ。忘れてたわ。地底久々すぎて。そうだわ、あんま食らっちゃいけないんですよね。王家の剣だ。普通にゴリ押してたわ。ポポ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 ポ。なんか出た。時の樹海。何？何？怖。急に出た。ゲーム。ヘイ。燃えた。燃えた。めっちゃ燃えてる。ひたすら燃え続けてるけど。あ、燃え止まった。はい。燃えてる。あ、死んだ。終わった。え？うぅー。
あ、まあ逃げよ。ちょっと、じゅわー、ちょ、順路じゃないから、ちゃんとまっすぐこっち行くわ。あ、ちょっと待って。あ、なんかある。なんかついた。まっすぐ行きますよ。下に目もくれず。なんか来たよ。なんだここ。中、あ、あ、中央大廃校だ。言ってたやつ。10パートくらい前に言ってたやつ。ここ先来んのね。あ、そうなのね。あ、だ、なんかいる。こんにちは。あ、ゾナの調査員だ。あ、こんなところに人が。て、僕もか。あなたも調査に来たんですよね。ほら、いい、じゃなくて、調査団の説明を受けて、僕らも同じ面接を受けてここに来て、違います。ほら、びっくり。これを見てください。仕組みもわからない、もやもやした緑の文様も、いかにも怪しい石像。多分これゴーレムって呼ばれる石人形で動くと思うんですよね。いやー、あくまで僕の推測なんですけどね。早くしないと怒られちゃうし、方法がわからなくて焦っちゃってるんですよ。そうなんだ。じゃあ僕が、起動してあげるよ。どうだい、すごいだろ。こうやって起動するとね、床になんか紋章が出てきてね、そこにワープできるんだ。認証者が確認。う、動いた。すごいでしょ。ブループリントを渡します。地底の探索やゾーナニウムの採掘にお役立てください。え？何？え、ちょっと待って。ちょ、待って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 。まさか。まさか。え、まさか。マジかよ。ブループリント、ウルトラハンドで組み立てた、組み立てを自動的に記録して、周囲のものやゾナニウムを材料にすることで、その記録を瞬時に再現して組み立てる。なんか、すごいことになってないですか？すごいですね。パート60超えてブループリントをゲットしてますから、すごいことですよ、これは。もしかして、文献に記された神代の力を手に入れたんですか？すごい、本当なら、ぜひ見せてほしいです。文献には、その力について書かれているんです。書かれてあるんです。その力、おのが、組織構造物、すかさず記憶に留める。それを立ちどころに作り出せる力なり。ああ。実は、ちょうど我々の乗り物が壊れていて、修復に難儀していたところなんです。あ、そこに転がってたやつ。丸い台座のものはタイヤが一つだけ外れただけなんですが、四角い台座のものはバラバラになっちゃったんですよ。でもその力があれば丸い台座のものを直したら、四角い台座のものもパパッと直せるってことですよね。そのすごい力でちゃちゃっと直しちゃってくださいよ。まずは丸い台座のものから試しに直してみてもらえませんか。ほう。まず、じゃあ、これは普通に直せばいいってことですよね。めちゃくちゃチュートリアルを僕は今更やってるってことですか。あ、できたよ。はい。おお、くっついた。外れたタイヤがちゃんとくっつきましたね。今度は本番のバラバラになった四角い台座の方です。今手に入れた神代の力で、ささパパッチャチャッと直してください。はい。できるの？ブループリント？ブループリント。はい。おお、これより古い経歴は残っていない。はい。おお、作る。おお、便利。何これ。ちょっとマジで。おお、すごい、同じものの出来上がりました。しかもパパッとちゃちゃっと一瞬で修理。これはさすが神代の力です。やっぱり文献は正しかったんだ。これはすごい力ですよ、総長。あ、なるほど、やはり実在したか。あ、この声は。ああ、出た。うわあ、とうとう出たな。ゲルドにいなかったからおかしいなと思ってたんだよ。でかいさ、そう、お前たち。そして、そこの剣士、お前も褒めてやるぞ。さあ、ああ、褒めてやると思う。
忘れもしないかつて俺様をゲルドのアジトよりこの地に突き落とした超本人カドウゼルダと共に必ず復讐してやると誓った憎き敵リンク貴様をなここで会ったら100年目忘れたとは言わせん俺様との因縁この名を聞いて再び恐怖におののけわ俺様はイーガダンの総長強く地底を出落ちても不死鳥のごとく舞い踊った男コーガ様だコーガ様見ていたぞ貴様が我々の探し求めた神代の力を手に入れた瞬間をそれこそ俺様たちがこの地で見つけた古い文献に書き記されていたもの組み立てた工作品の記憶し即座に作り出すことができるという遥か古代に失われてたと言われている力だ貴様ずるいぞみんなでやってる俺様たちは苦労して手作りしてるってのに一瞬で作れるなんてずるいそれは俺様が崇めたてまつるあのお方偉大なる存在にこそお役立てすべき力憎き貴様とゼルダ守とも踏み潰すためにこそ使うべき力なのに横取りもしやがってよくも横取りしやがってこうなったら貴様を倒して我が物とさせてもらおう戦うのマジでお覚悟しろ何それなんか始まったええ何これ面白そうおもろそう面白おもろそう何したらいいの俺も乗るじゃあ俺も乗るよし乗った乗れたイエーイ俺の勝ちイエーイ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  イエーイあ消えちゃったなくなっちゃったちょっと待ってああじゃあ俺が乗るイエーイどうしたらいいのこれ何ができるの何あ、消えちゃった。じゃあ、普通に戦ってんのか、これ。どういう攻略の仕方が正解なのか、よくわかんねえな、このバトル。全然、あ、なんか変わった？なんか強くなったっぽい。何にもしてねえじゃん。何にもしなくていい。ブループリント使うわけでもないですよね。あ、助けてこれ、甲賀様どっかに吹っ飛ばすとこが正解なのかな普通に倒しちゃうんだけど。あ、ロケットついてる。おー、ぶつかった。これ、普通に倒すっぽいな、これ。あ、倒した。あー。普通に倒しちゃった。く、チョコバカと小賢しい正々堂々と戦え正々堂々が分かんなかったんです。ごめんなさい。まあいい。今日のところはこれぐらいにしといてやる。よく聞け。俺様は、ここにあるような遺跡をすでにいくつも見つけている。そうなんだ。すごいね。貴様を見て分かった。そのゴーレムを動かすには右手を使うんだな。急いで南西の廃校に戻って、貴様と同じ力を手に入れてやるぞ。そして、偉大な存在と共に世界を終わりに導くのだ。人。すごい。いや、ブループリントできてるじゃん。俺より使いこなせてるじゃん。悔しくても追ってくるだよー。全然俺より使いこなしてて、もうなんか追っかける気になれないんですけど。イーガダン総長、甲賀様の陰謀、エピソードチャレンジだ。はぁ、あ。はぁ、あ。何だったんだろう。ゾナウエネルギーの特大結晶100個分のエネルギー。わーお。主様。わーお。
侵入者の撃退ありがとうございます。話をこっそり聞かせていただいたのですが、あの男が向かったという南西の廃校はおそらくゲルド廃校ということではないかと、この中央大廃校と同じく昔は採掘や精錬がで栄えた場所にございます。ここからゲルド廃校へは石像をたどれば行くことができますが、あ、そうなの。ひとまずはあそこに見える光に向かうのが分かりやすいでしょう。それと旅立たれる前にもう一つ、あ、はい、主様にお渡ししたいものがあるので、こちらにある同胞にお声掛けを。あ、はい。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。土曜日、日曜日、祝日月曜日、3連休、皆様いかがでしたでしょうか。無事モッティは乗り切れたでしょうか。楽しかった、それは良かった。本当に大丈夫かな、これ金曜日に撮ってるんですよね。あったかくして寝ろよ。